い、こんにちは、ゆかりチャンネルです。はい、今日も暑いですね。37度8度いくようですが、私は相変わらず冬物を編んでいます。はい、この間買ったね、ウクライナ支援のミックスビーンズをこの中に入れました。これはちょっと半端な糸をくるくる巻いて入れてあります。これね、100均で買ったなんかお道具箱的な、7、8センチの高さの A4 サイズぐらいのケースです。浅い方がね、この色がパッと欲しい色がわかるので、こうやって入れてます。これは細かい糸ですね。はい、そしてそうそう、ノロケ糸のショートソックスは母にあげたのでないんですが、水通ししました。もうね、この暑さだからあっという間に乾くので、ほんと今水通しはおすすめですね。で、なんかね、このこれレギアのペアフェクトってやつで編んだんだけど、結構ね、水通ししたらしっかりした感じで、一番なんか登山用靴下みたいな感じ、しっかりして目も揃った感じがします。で、これがオパールのお茶目、うん、これもやっぱりね、水通ししたからしっかりしてますね。なんか若干サイズが、まあ、一緒、手は一緒かな。水通ししました。はい、これコットンのヒュンフですね。完成しましたよ、ほら、ね、つま先だけちょっと色が変わっていますが、お気になさらず。はい、靴下です。なんかちょっといい感じじゃない、この色も、うん、コットンはコットンでね、うん、これもウールと何が違う、やっぱ表面がツヤっとして硬い感じがします。はい、靴下はこんな感じで、そして、はい、もうおかわり靴下編み始めてます。それがこちらです。めちゃくちゃ可愛いの、これ糸色可愛くない、これ、この赤が効いててすごく可愛いんだけど、これはね、またあの以前買ったレギアのペアフェクトのキッズカラーってやつですね。これなんかつま先まで来るのじゃない、そうだね、ここから赤の線が2本入って、今2本目入ってきたから、かかと編んだらどれぐらいでつま先に来るか、ちょっとサイズ感がわからないんだけど、子供用なのでどうなんだろう、何センチなんだろうね、子供用だと、22から23なのかな。でもこれ60目でやってるので、作り目がこんな糸です。かわいい柄はね、多分こんな感じになります。履き口から編んでるから、そう、もう今2回目の赤が出てきてるので、もうすぐかかとですね。これ早い、ショートソックスみたい。めちゃくちゃでも色が可愛いの、これやっぱり編むとさ、グッとくる糸ってあるよね。はい、はいはい。そしておとちゃんがじゃれてくるので糸をしまいますね。そして、そう、これいろいろやってるの。そう、なんかちょっとさ、やばいことに糸がさ、だんだん減ってぺっちゃんこになってきて、このワンダーコットンで靴下を編ん、靴下じゃない靴下じゃないよ、枕カバーを編んでるよ。枕カバーを編んでるんですけど、ちょっとようやくね、ピンクが出てきて、そう、なんか画像だと色が分かりにくいけど、黄緑と薄ピンクになってく感じですね。上に向かって編んでます。ちょっとピンクが出てきました。
うん、これね全然進まない。だからもう靴下に飽きたり、それこそギターに飽きたりしたらまたここ2段編んでとか、なんか間違っちゃってるとこもあるけど、まあ気にせずにここなんか引き上げ編みしないといけないのに長編み3回ここに入れてるからね、横と間違えてるんだよ。でも気にしない。なんでかって言ったら、寝る時に私の枕につけるためだけのものなので気にしません。間違っても袋になってればいいです。はい、これ4号で編んでるので、で今考えてるものがこちらね、モチーフ編んでるんですけど、そうね、どういう配色、これさ同じ糸を使ってるんだけど色の配色でね随分雰囲気が変わるんですよ、グラニースクエアって。だからどんな感じでいこうかなと思って編んでみました。お、青、白、グレー、チャーコールグレー、黒っぽい色ですね。でグレー、青、白、黒って感じ。どれが一番いいと思いますか？あれ、なんかこれね、日によってねいいなと思うのが違うかもしれない。昨日はどうして、画像で見るとこれがいいような気がするんだけど、うん、多分これがいいと思ってもう一枚編んだんですよね、これ。あれ、今見るとこれがいいんだけど、どうしよう。そう、これ8センチ角になるように今 1,2,3,4 段編んだんですけど、どれがいいの、分かんなくなってきちゃった。でこれ3号で編んだら8センチにならなかったので、これを結構な数つないでベストを作りたいわけですよ。ね。だけど色が決まらない。色が決まらないよ。どれがいい？どうしたら、本当はね、本だと一番外側が5段目になって白いんですね、これ。で色は全く私の好みで、いっぱいある毛糸でやってるので、それこそこれね。ポリエステル毛糸をこの団子になっちゃったやつが白で、紺とで濃いグレーだけ、以前の残ってるこのリサイクルポリエステルヤーンのこっちね、前回出てるやつです。そう、外側だけこのチャーコールグレーみたいな黒っぽいのにしてます。これいっぱいあったんだよ、掃除したら、掃除したらっていうか押し入れ漁ってたら。だから一番外側の黒はたくさんあるから、この色が一番外で可愛く仕上げるか。でもね、8センチじゃないとダメなの。だから本当は5段編むところに8センチなんだけど、4段でも8センチになっちゃったんだよね、4号で。でも3号で編んだとしても7点いくつだったから難しいんだよね、これサイズ。私ちょっと体大きいから、少しこのモチーフが大きいぐらいでいいからな。そう、悩んでます。これ引っ張り出して編んでます。まあでも難しいね、配色は。たくさん編んで仕上がった時に、うん、なんか配色いまいちだったって思うのは嫌だから、この作業はちょっと考えて、今いろいろ色をね変えて編んでみてます。これ浜中さんから出てるアイアムオリーブのね、6月号だったかな、載ってるデザインです。はい、そんな感じだね。ではね、靴下編んでいきましょう。よいしょ。そう、あまりに暑すぎてもう2階に
この撮影をするためだけにエアコンをつけるのはもったいないから、今ねちょっと今まで昔みたいに1階で撮影してます。なのでね、こたつに機材を置いてるのですごく編みにくいっていうか足が痛くなるから椅子じゃないからね。そう、学校ももうすぐ終わりだね。私今日は午後から懇談会に行くので、この暑い中、明日懇談会なんだってパパに言ったら、もう今時さ、もう行く必要あるとか言って言われました。もうリモートにさ懇談会もすればいいのにねとか言って、特にさ高校ってもういろんなとこからね、お母さんお父さん親御さんとか来るじゃない、あの保護者会に。でこの暑いのにさ、保護者会なんてもうリモートでいいよねって言ってました。駐車場もさ、そんな学校たくさんあるわけじゃないからさ、開くの待ったりとかしてね、駅近にあればいいけど、広い土地があるところに立ってるからだいたい駅から離れてますよね、田舎だからね、山の上とかね。だから午後はね、もう娘も帰ってくるのが暑いから学校で待ってるって言ったから、学校に迎えに行ってお昼を一緒に食べて懇談会までよそごとして、で一緒に行くって感じかな。そうでさ、面白いよね。でもうちパパ面白いんだけど、なんか結構ね、夜ね晩酌しながらネットフリックスとかね、まあその時見たい韓国ドラマを見てるんだけど、まあ、お互いやりたいことが終わる9時半10時ぐらいになったら、なんか集合っていうなんかあれがあって、集合して晩酌の準備して、枝豆とかトマトとか切ってお酒の準備して、一緒にね一杯やりながら、まあ私は飲まないこともあるけど、その韓国ドラマを見るわけですよ。でそうで、まあ、そのままね飲んでて、ね、眠くなってね、そのまま寝ちゃったりするから、パパが枝豆とか残ってると冷蔵庫に入れといて次の日食べたりするんだけど、そうお弁当にね、あ枝豆緑だから枝豆入れようと思って、この間パパのお弁当に緑の代わりにの自分が残したんだから食べなって感じで枝豆を入れたんです。で帰ってきて、もうさーとか言って、なんかわからんくてすごい繊維があるからさーとか言って、あれなんだったとか言ってさ、パパが何の話かなと思ったら、お弁当に入ってるその枝豆をスナップエンドウだとずっと思ってたみたいで、皮ごと食べてたみたいで、笑っちゃうでしょもうあれ枝豆だったのって最後の方に気づいたとか言ってさ、いや見てわかるじゃんと思って笑っちゃうの。スナップエンドウだと思ったんだって。で結局ね、あの殻ごと口に入れてずっともぐもぐしてたらしくて、なんか想像したら超笑えるね、そんなことわからない人いるのと思っちゃったけど、なんか結構そういうこと多くて、例えば除光液、私最近塗ってないんだけど爪にマニキュア塗ってる時に、まあしょっちゅう塗ってると、まあ、化粧品を置いてあるところに あの除光液も立ててあるんですけど、
でたまたまなんかパパが日焼けしたかなんかで、ね、なんていうの私の化粧水をね、ご察しの通りです、化粧水だと思って除光液を手に取り、そしてそれを顔に塗ったっていうことですね。はい。そん時もなんか飛び上がるぐらい痛かったみたいです。いやそうだよね、主原料ってアセトンっていうなんか揮発性のあるなんか薬品みたいなの入ってるから、痛い痛い痛いとか言い出して、何どうしたって言ったら、お勝手に来て、なんかお勝手の台所洗剤、あのママレモンみたいな、ママレモンって言わないか今、そうジョイみたいな、ああいうので手につけて顔ゴシゴシ洗い出して、痛い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 、何あれ何って言ってさ、私も意味わかんないから、何やったのって言ったらね、昔ですよ、でも除光液だったみたいで、これ除光液だよって言って、なんで化粧水のとこに置いてあるのとか言っててさ、いやいや除光液だしって書いてあるじゃんって、なんで顔に塗るようなもののとこに立ててるんだみたいな。まあでも大事にはならずにね、洗い流して終わったんですけど、ね、なんか驚いちゃう、やることに。そういう笑える失敗思い出すだけで笑えるね。結構あるよそういうこと。そうな、グラタンを作った時にもうね、パパが帰ってくる時はラップして、あとはもうトースターで焼くだけみたいに置いとくんだけど、たまたま多分私が先に寝ちゃった日で、パパが遅かった時にそれを多分自分でやって、食べたんだと思うんだけど、そう朝ね、そのグラタンのお皿が置いてあって、で私がそれをね、まあつけてはあったけど、グラタンって結構チーズとかでカピカピで洗いにくいから、なんで今日こんなに取れないんだろうなと思って、グラタンのお皿を洗ってたわけですよ。で特に縁にいっぱいなんかついてて、透明なのが、なんでこんな取れないんだろうなと思って、でよく考えたら、もしかしてこれラップの溶けたやつじゃないと思って、パパに昨日グラタントースターで温めたんだよねって言ったら、うんトースターでやったって言ってしたらまさかのね、ラップを取らずにレンジみたいにトースターで焼いたみたいで、なんか疲れてたからか、なんかレンジとトースターと頭が混乱になって、多分そのままね、焼いちゃったわけですよ。さぞかしね、溶けるものがチーズだけではなかったってことですよ。味とか匂いとかわからんかった、これさ、ラップも溶けて食べてないって言ったら、とか言って、ラップ取るのとか言って、ラップ取るでしょって言って、もう食べちゃったから遅いよって言ってね、驚き。だから私が洗ったそのグラタンでチーズが取れないと思ってたのは、お皿についたグラタン皿についた横についてたラップの残り、ラップの残骸、パパのお口に行かなかったラップの残りがそこにくっついて固まってて、全部もう全然取れないよね、溶けちゃってるから。もうさ、ほんと驚くよ。うん。
そんなもんかな男の人って、まあ、あんまり男の人が細かいのもさ、細かいのもめんどくさいじゃない。それぐらいでいいんだけど、びっくりしちゃうこと多い。あ、そろそろあれじゃないこれ。あ、まだか。引っ張ってね、青が出てきたからまだだね。はい、そんな感じです。靴下もやってます。なんか枕カバーが進まなすぎてもう飽きてきちゃった。あれこれやってるから進まないんだけど。はい、今日はこんな感じでパパのやらかした話をしてみました。はい、お耳拝借の3ですね今日はこんな感じでね、ちょっとフリートークもやっていきたいと思ってます。最後までご視聴いただきありがとうございました。ゆかりチャンネルでした。バイチャー。